ジャノリス・ジェンキンスはフロリダ州パホーキー出身のアメリカンフットボール選手。現在は NFL のテネシー・タイタンズ所属。ポジションはコーナーバック。あだ名はジャック・ラビット。高校3年時の2008年にはパレードしよりオールアメリカンに選ばれた。またライバルズ .com からは4つ星に評価されて全米で6位のコーナーバックと評価された。 フロリダ大学時代には一年次からレギュラーとして、プレー、BCS ナショナルチャンピオンシップゲームにも出場した。この年、カレッジフットボールニュース、スポーティングニュースより、フレッシュマンのオールアメリカンに選ばれた。しかし、2009年6月1日に、ゲインズビルのバーのそばで喧嘩を起こし、逮捕される際に警察に抵抗したためテーサーで、制圧された。警察から、 喧嘩のきっかけを尋ねられた彼は誰かが自分の首から金のチェーンを盗もうとしたことだと語った。この事件では6ヶ月の保護観察処分を受けた。2010年、サウスカロライナ大学のアルション、ジェフリー、ジョージア大学の AJ グリーン、アラバマ大学のフリオ・ジョーンズとのマッチアップで平均4.7キャッチ、38ヤードに抑える活躍を見せて AP 通信により、 サウスイースタンカンファレンスのファーストチーム、ライバルズ .com より、オールアメリカンのサードチームに選ばれた。2011年1月と4月23日に、マリファナの不法所持で逮捕された。4月26日、フロリダ大学のフットボール部は彼を追放した。その後、NCWA ディビジョン2のノースアラバマ大学に編入した。シニアボールで活躍、ドラフトコンバインでは、 40ヤード走で4秒46を出すなど、高い身体能力を示した。2012年の NFL ドラフト2巡で、セントルイスラムズから指名された。7月に4年500万ドルで契約を結んだ。トレーニングキャンプでは、新人のトルメーン、ジョンソン、ベテランのコートランド・フィネガン、ブラッドリー・フレッチャーとポジションを争い、開幕から先発コーナーバックに選ばれた。 デトロイトライオンズとの開幕戦では、マッチアップしたタイタスヤングにトラッシュトークを仕掛け、試合中に頭突きを受けた。この試合で、マッシュー・スタッフォードから、プロイル発のインターセプトを挙げた。第2週のワシントン・レッドスキンズ戦では、フレッド・デイビスへのアンネセサリー・ラフネスで15,750ドルの罰金を課せられた。第六週のマイアミ・ドルフィンズ戦では、彼が守るレシーバーに、 9本中9本のパスを決められ、マーロン・ムーアの29ヤードの TD レシーブも許した。第10週のサンフランシスコ・フォーティナイナーズ戦には、チームの規律を破ったことから、インアクティブとなった。第12週のアリゾナ・カージナルス戦では2インターセプト、いずれも、リターンタッチダウンを上げた。1試合で2インターセプトリターン TD は、NFL では1960年のボビー・フランクリン。 以来となる史上を4人目の快挙であり、この週の NFC 最優秀守備選手に選ばれた。第13週のサンフランシスコフォーナイナーズ戦では2ヤードのファンブルリカバー TDE を挙げた。第16週のタンパベーバッカニャーズ戦でも41ヤードのインターセプトリターン TDE を挙げた。この年先発14試合を含む15試合に出場し73タックル、4インターセプト、 4タッチダウンを上げた。パントリターナーとしても起用され9回で46ヤードをリターンしたが3回ハンブルしている。守備選手としての4タッチダウンはこの年の NFL トップの数字であった。この年彼はキャロル・ローゼン・ブルーム記念賞を受け取った。新人で3インターセプトリターンタッチダウンを上げたのはシカゴ・ベアーズのチャールズ・ティルマンに並ぶ NFL 大記録となった。 2013年もフィネガンと共に先発コーナーバックを務めた。開幕戦のアリゾナカージナルス戦では4タックル、シーズン最多の3パスブロックで27から24の勝利に貢献した。10月13日のヒューストンテキサンズ戦では TJ イエーツをサック、NFL 初サックを挙げた。次のプレイで彼はイエーツのパスをインターセプト、 チームは38から13で勝利した。第15週のニューオーリンズ・セインツ戦では、シーズン最多の6タックルを挙げた。この年、全16試合に先発出場し、61タックル、14パスブロック、1サック、1インターセプトを挙げた。2014年、E.J. ゲインズと先発コーナーバックを務めた。9月21日のダラスカウボーイズ戦では、 トニーロモのパスをインターセプト25ヤードのリターンタッチダウンを上げた。第9週のシアトルシーホークス戦ではシーズン最多の9タックルを上げた。第8週と第9週の試合を膝の負傷で欠場した。11月23日のサンディエゴチャージャーズ戦では4タックル1ファンブルフォースさらに99ヤードのインターセプトリターンタッチダウンを上げた。この年、 先発13試合を含む14試合に出場し、59タックル、1ファンブルフォース、2インターセプト、2タッチダウンを挙げて、チームメイトのタボン・オースティンと共に、プロボールの補欠選手に選ばれた。2015年9月27日のピッツバーグスティーラーズ戦で、シーズン最多の9タックル、ベン・ロスリスバーガーからインターセプトを奪ったがチームは、6から12で敗れた。 翌週のアリゾナカージナルス戦でもカーソン・パーマーのパスをインターセプト24から22の勝利に貢献した。第12週のシンシナティ・ベンガルズ戦ではアンディ・ダルトンのパスをインターセプトしたがチームは7から31で敗れた。この年15試合に先発出場し64タックル、16パスブロック、3インターセプトを挙げた。二千十六年三月九日 5年6250万ドルでニューヨークジャイアンツと契約した。この年、ドミニク・ロジャース・クロマティ、イーライ・アップル、ランドン・コリンズとともにディフェンスバック陣を形成した。ダラス・カウボーイズとの開幕戦では3タックルを挙げるとともにデズ・ブライアントをレシーブ1回8ヤードに抑え20から19の勝利に貢献した。翌週のニューオーリンズ・セインツ戦では8タックルを 上げるとともに FG ブロックされたボールをリターンしタッチダウンを上げた。10月9日のグリーンベイパッカーズ戦ではアーロン・ロジャースから2回インターセプトを上げた。ロジャースが地元ランボーフィールドで同じ選手に2度インターセプトされたのは初めてのことであった。11月14日のシンシナティ・ベンガルズ戦ではその時点で NFL のリーディングレシーバーであった。 AJ グリーンをわずか4回23ヤードに抑えた。この年15試合に先発出場した彼は49タックル、自己ベストの18パスブロック、1サック、3インターセプトを挙げた。ジャイアンツは11勝5敗でプレーオフに進出2017年1月8日のパッカーズ戦は彼にとって初めてのプレーオフとなったが1タックルにとどまり、 チームは13から38で敗れた。この年、自身初のプロボール及びオールプロセカンドチームに選ばれた。また NFL トップ100選手の54位に評価された。プロボールにノースアラバマ大学出身の選手が選ばれたのは1956年のハーロン・ヒル以来であった。2017年10月15日。 デンバーブロンコス戦で5タックル及びトレバーシーミアンのパスをインターセプト43ヤードのリターンタッチダウンを上げた10月31日の試合はチームの規律違反を犯したため出場停止となったわずか1試合の欠場で11月7日の試合に復帰した足首の手術をすることとなり11月29日に故障者リスト入りしたこの年9試合に 出場、31タックル、3インターセプト、1ファンブルフォースを挙げた。2018年は、全16試合に出場し、70タックル、2インターセプト、1ファンブルフォースの成績を残した。ジャイアンツは、5勝11敗で、プレーオフを逃した。2019年、第4週のワシントン・レッド・スキンズ戦で、新人 q b 同演ハスキンズから2インターセプトを、挙げて、 NFC の週間最優秀守備選手に選ばれた。12月13日、ツイッターにて、抽象的な発言をした後、謝罪することを拒否したとして、ジャイアンツから解雇された。ジャイアンツでは13試合に出場し、53タックル、4インターセプトを挙げた。ジャイアンツを解雇された、直後の12月16日、ニューオーリンズ・セインツと契約を結んだ。背番号は、 ジャイアンツ時代と同じ20番。いとこのパーネル・マクフィーも NFL 選手となっており、トラッシュトーカーである。2018年6月、彼の所有する住居で遺体が発見され、兄に殺人容疑がかけられた。ありがとうございます。